こんにちは、デリッシュキッチンです。絞り袋でピーマン肉詰めを作ります。玉ねぎ1/2個はみじん切りにします。600ワットのレンジで1分加熱し、粗熱を取ります。袋にパン粉大さじ2、牛乳大さじ2を入れ湿らせましょう。豚ひき肉 200g、 玉ねぎを加えます。塩小さじ1/4、胡椒少々を加え、袋を閉じ、粘りが出るまでよく揉み込みます。袋の角をハサミで切り落としましょう。ピーマン6個はヘタを切り落とし、種を取ります。肉ダネをピーマンに絞り入れましょう。中華ダレです。砂糖小さじ1、醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1、水 100cc を加え、よく混ぜ合わせます。フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、ピーマンを肉の面を下にして入れ、焼き色がつくまで中火で焼きます。中華ダレを加え、煮立ったら蓋をして弱火にし、肉に火が通るまで4分蒸し焼きにし、蓋を取ります。水気がなくなるまで中火で熱しましょう。タレを絡めて完成です。ぜひお試しください。